マリエン教とノイ・シュバンシュタイン城マリエン教は、ドイツ・バイエルン州アマガウにある、ペラート峡谷に架けられた橋。ペンラート橋とも呼ばれる。ノイ・シュバンシュタイン城裏手の城がよく、見える位置にかかっているため、ベストビューポイントの一つとして知られる。マリエン教の名は、ルート・ビヒ2世の母である、マリー・フォンプロイセンにちなむ。バイエルン王・マクシミリアン2世の命により、 1845年に、ペンラート経由に、木製の橋が渡されたが、これは何年か、後には新しく掛け直さねばならない作り物だった。後の1866年に、ルートビヒニセイの命により、王室建設長官ゲルバー、ハインリヒゴットフリード・ゲルベルの指揮の下で、現在の満社の前身企業によって、現在のような鉄橋がかけられた。 この橋の建設に用いられた技術、滝の上90メートルの高さに、両岸の岩場へ釣り下駄を直接渡すというもの、は、当時の橋梁建設としては、画期的なものであった。橋は1984年に修復され、釣り下駄部分が取り替えられたが、橋面は建設当時のままである。ありがとうございます。